機関車、トーマス、記者の絵本の登場キャラクター、機関車、トーマスの人形劇オリジナル蒸気機関車、機関車、トーマスの TV シリーズオリジナル蒸気機関車では、ウィルバート・オードリーと息子のクリストファー・オードリーが作り上げた、イギリスの架空の島蘇道島を舞台に、そこの鉄道網で活躍する機関車や、自動車などとそれに関わる人々を描いた絵本、記者の絵本と、その映像化作品、 機関車、トーマスのうち、原作に登場せず、テレビのみに登場した、蒸気機関車のキャラクターを扱う。第20シーズンのみ、川本国博が代役で担当。長編第12作の歌唱シーンと 4D 作品のみ、ジュールでヨングが担当。原作、第21巻で故障したエッドワードに対し、片側ピストンといったのは、これの語訳である。 詳しくはそちらを参照。ただし、エミリーは特に年長者という描写はされていない。第16シーズンからは、視線の客車や、休行客車を牽引していることが多くなった。なお、たまに貨車を牽引することもある。トーマスの不注意により、トラブルに見舞われた。一部の玩具や、ツタや、ロッピー限定の特典で確認可能。イブニングスター号と、同一型。 ただし久々に喋ったのは、第12シーズン、エミリーは、優等生である。塗装が変更された第21シーズン以降、トーマスとロージーのモデル機が共に、同じ路線で使用されていたことに由来する。二人で優雅に水遊びをしたことがあり、他にもヘクターがロージーを怖がらせた際はあだを打つ、トーマスが赤い機関車で一番と言い張るジェームスに、ロージーを自慢したこともあった。 早いぞ。赤い機関車、第20シーズン、役に立つ白い帽子のみ、根本恵子が担当。ディーゼルのクリスマスキャロル第19シーズンのみ、デビッド・メンキン、第23シーズンのみ、ロブラック・ストローが代役で担当。第20シーズン、フクレッツラのジェームスのみ、ジョン・シュワブ、長編第12作のみ、キース・ウィッカムが担当。ABC 長編第12作のみ、 佐々木望が代役で担当。長編第12作のみ、スティーブ・キンマンが担当。長編第12作のみ、ケリー・シェイルが担当。第17シーズン、スクラフの大変身。その後、再び塗装が汚れてからは、汚れる仕事を避けようとは思わなくなった。グリンとスティーブンのレース、未来の機関車だが、彼自身は、お守りの効果を完全に信じているわけではない。 第20シーズン、フクレッツラのジェームスと、第21シーズン、クランキーの災難のみ、デビッド・メンキンが担当。第18シーズン、石切り場のトーマスのみ、石野龍造が担当。しかし、第19シーズン、戻ってきて、ティモシーで、クレーピッツをめちゃくちゃにしたビルとベンの手伝いをしたことがある。長編第12作では、バックコーラスの歌手が代役を務めていると思われる。 長編第12作と長編第14作のみ、テレッサギャラガーが担当。長編第12作のみ、根本恵子が代役で担当。なお、実写は、肘葬式である。長編第11作で、ハーウィック戦の工事中、宝箱を見つけたことがある。書籍、ザイランド・オブ・ソドウ、サプライズ・パケット、ザイランド・オブ・ソドウ、イッツ・ピープル。 ヒストリーレールウェイズより長編第14作では、歌唱部分のみ、パトリシア・キホロが担当。なお、モデル機はイングランドで製造され、当時イギリスの植民地であったケニアをはじめとする東、アフリカ地域に輸出、使用されている。第22シーズン、ニアと、数字、第22シーズン、レベッカは特別第23シーズン、レベッカといたずらか。 社第23シーズン、真面目なディーゼルハットルナー仕様のランプを装着している。他の機関車が装着しているものと見た目が異なる。また、左右二つのランプ装着は、急行旅客列車権威を意味している。第17シーズン、ビルかなベンかなハットエアビーアメリカの鉄道黎明期において、鉄道業に従事していた人々に、アイルランド系移民の労働者が多かったことに、 由来する。第17シーズン、お騒がせなケイトリン。これは、第2次世界大戦中、煙突からの肺炎を分散することで、敵軍の航空機から発見されにくくする実験をしていたため、自分の姿が見えなくなる能力があると思っている。設定はここから来ている。実機のキングアーサー Q783 号に取り付けられたものの、わずか3ヶ月で取り外されている。 機関士の視認性の実験のため、運転台の位置が機関車の前面に設計されており、t b シリーズに登場している蒸気機関車では、珍しく煙室扉を見ることができる。そのため、炭水車にも、石炭の代わりに、焚き木が積まれている。長編第10作や、第19シーズン、トップハムハット卿に、さよならで、トップハムハット卿の事務室に、 彼らしき機関車の肖像画が飾ってあった。長編第4作の予告編では、田中勘、なお、広のモデルとなった、日本国鉄 D51 系蒸気機関車の、現実における製造開始は1938年で、あり、モデル機の製造年代で比較すると、作中に登場する蒸気機関車たちの中ではむしろ、若い方である。CG のモデルにおいても、 箱型隣付き通りにや、自動連結機といった比較的新しい時代の機器を装備しているのがわかる。鉄道の英雄、鉄道の達人は、共に、言語版は、マスター・オブ・ザ・レールウェイであるが、伝説の英雄及び、第13シリーズでは、鉄道の英雄で、それ以降は、鉄道の達人と翻訳されている。ディーゼルの暗躍で、ハット卿に叱られる。 質の悪い石炭を積んでしまう、トーマスのよそみで脱線する、信号の故障のせいで、ヘンリーがぶつかってくると、質の悪い石炭を積んでも採石場の貨車を運ぶ、仕事をやり遂げる、ケイトリンからアニーとクララベルを取り返す、クリスマス前に雪かきを終わらせるなど。ABCD ムービーダマスジプンのツイートツイッター、ハットエースを、 太陽の参拝者と勘違いしやすてかカレンダーを自身の顔にはめ込むシーンがあったがおそらく宗教上の理由でカットされた。日本語版では第23シーズンオペラって難しいの歌唱シーンとロレンツォとオペラ歌手の妄想シーンで流用されている。第2次世界大戦中の戦時設計により無駄が極端に省かれたデザインになっているため ABC 子の1話にしか登場しない。山道を登るときボイラーを地面に対して平行に保つため。AB 登場シーンは第23シーズン負けず嫌いのラウルの回想シーンとしても使われた。中国版の長編第12作の DVD 限定収録のヤングバオザタイガー。ありがとうございます。